はい。ああ、そう。沖縄も日本も戦場にさせるな。辺野古を埋め立て大執行を許さない。南西諸島の軍事要塞化許さない。集会を始めてきます。はい、皆さんご承知の通り、今沖縄では本当に戦争の最前線にあるような状況です。与那国、石垣、宮古、沖縄島、馬毛島含めて軍事要塞化が進められ、今本当に戦争の危機に見舞われている状況です。なんと日米は負傷兵の輸出製剤の製造や負傷兵の介護、負傷兵の九州への移動を含めて、さまざまな死体処理も含めての軍事訓練がされています。すでに日米にとっては沖縄の島々が戦争状態にあるということを前提とした実戦訓練がなされているのが実情です。ガザの報道が毎日メディアで報告されておりますが、明日の沖縄になるんじゃないかという危機感が沖縄では共通認識として訴えられております。皆さん、今この集会と同時に沖縄を再び戦場にさせない県民の会主催の 11.23 県民平和大集会が開催されております。対話による平和をというメッセージを込めて、若い人や子供や年寄りや中年の人や全県民が揃って今大集会を開催しております。そして私たち東京関東にいる私たちもそれに呼応して、沖縄も日本も戦場にしてはいけない、共に声を上げるべく今日の集会を開催しました。83団体75名の個人の賛同を持って、多くの人の支援をいただいてこの集会が開催されております。皆さん、これからです。絶対に行くとはさせてはなりません。二度と沖縄を戦場にしないという思いを込めて、共にこの東京関東から国会の前から声を上げていきましょう。共に一番のやさい。それでは引き続きまして、プログラムに沿って移ります。実は三振ライブの豊岡マーシーさんですが、練馬の方のライブがありまして、それを早めに切り上げてこの集会に間に合わせて駆けつけてくれました。はい、皆さん大きな拍手でお願いします。はい、どうも皆さんこんにちは。ハイサイ、ハイサイ、ハイサイ。まあ、本当にですね、今テレビ見ててね、本当にイスラエル、ガザのところも本当に見てて辛いですよ、ね、だからね、
もうこんなね歴史的大虐殺のようなねことにですね本当にお墨付きを与えて指揮を出してるですね、もうアメリカがねもういかに二枚舌かということはもうはっきり分かりましたね。本当ねもう沖縄を見てるようでねとっても辛いですけどね、皆さんね平和側の重しのね一人一人が平和の重し平和の礎としてですね、頑張っていきましょうね。はい、さあではね、もうちょっと長いからねゆっくりゆっくり、あんまり最初からね沖縄海水行くとね大変かなと思うね、阿蘇大ユニットからね、ゆっくりご飯行きましょうね。じゃあ手拍子よろしく。はっ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 、また針のつんだらかのしゃまよ、君はあの中の今の花か、はい、くれて帰ればやれほんに引き止める、また針のつんだらかのしゃまよ、はい、さあ沖縄の良いとこ一度は雨それ、はい、寒い春夏秋冬緑の島よ、はい、また針のつんだらかのしゃまよ、すい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 、僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってんだろう、輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからない、でも誰よりも知っている、悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を、はい、いやそうそう教科書に書いてあることだけじゃわからない、大切なものがきっとここにあるはずさ、島んつむたから、はい、行くよ、いやさあさあ、スイッ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 、米語の花が咲き風および嵐が来た、繰り返す悲しみは当たる波のよう、王子の森であなたと出会い、王子の下で潮にさよなら、ご一緒に、はい、しまう愛よ、叩き土を破いて県民の怒りにも許しは沖縄よ、我らと我らの祖先が血と汗をもて我らは叫ぶ沖縄よ、我らのものが沖縄、沖縄を返せ、沖縄へ返せ、沖縄を返せ、沖縄へ返せ、沖縄を返せ、沖縄へ返せ、
はい、ありがとうございました。いいですね、歌三線沖縄の。それではちょっと申し遅れましたが、今日司会を担当する国会法律一つ葉反戦人士の青木と言います。よろしくお願いいたします。それでは引き続きましてコールに移ります。国会法律実行委員会中村俊哉さん、よろしくお願いします。参加される方はブースからお願いします。ご紹介をいただきました国家法実行委員会の中村です。コールを始める前に一旦ちょっと皆さんにご了解をいただきたいことがあります。皆さんにお配りしたプログラムの中に、これからやるコール案が、印刷されておりますけれども、印刷の後にですね、今現在ガザで起きている事態、これはまさに明日の沖縄だという内ちら中の方の、意見があって、ぜひガザのことについてもちゃんとコールの中に入れてほしいという提案がありました。十分に議論できなかったんですけども、その趣旨を踏まえてですね、最初にガザのことについて、私の方から、コールを上げますので、皆さんそれに続いてですね、昭和をしていただきたいというふうに思います。それではコールを始めます。ガザでの虐殺今すぐやめろ。沖縄も日本も戦場にさせるな。辺野古の大執行を許さない。南西諸島の要塞化を許さない。戦争につながる基地はいらない。辺野古新基地絶対反対。軟弱地盤に基地はできない。設計変更の承認ないぞ。玉城知事を支えるぞ。沖縄民意は埋め立て反対。沖縄民意に政府は従え。沖縄と連帯して戦うぞ。連帯するぞ戦うぞ。連帯するぞ戦うぞ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは引き続きまして、主催者挨拶、国会法律の毛利隆夫さん、お願いします。皆さんこんにちは。開会にあたり、国会法律実行委員会から連帯の挨拶を送ります。この2年余の沖縄は、これまで語られてきた沖縄戦後史の次元を超える事態に移行している、そう思えてなりません。第一に、辺野古新基地建設が国による強制大執行という重大局面を迎えようとしていることです。今月初め、私は福岡高裁那覇支部裁判長宛に短いメッセージを書いたハガキを出しました。裁判長殿、あなたに見えていますか。万年を単位として形成され、大浦湾の生物多様性を育んできた自然のゆりかご、軟弱地盤に打ち込まれる7万本を超える砂食いが、完成した基地に命を奪うために飛び交う戦闘機、軍用機が、このように書いて裁判所に出しました。言うまでもなく、大執行の強行で軟弱地盤や南部遺骨土砂問題が消えてなくなるわけではありません。沖縄県の主張の正しさは今後も形を変えて明らかになるはずです。それを顕在化させうるのは、絶対に諦めない現場の運動であり、知事を支える沖縄と
全国の民意だということを改めて皆さんと確認し合いたいと思います。第2に戦場化を前提とした南西諸島への自衛隊配備ミサイル基地化が急速に進んでいることです。今日これから種子島、奄美大島、宮古島、石垣島、与那国島の皆さんから報告をいただくことにしています。この場での時間が限られるためプログラムの方に記載をしていますが、この後18時から文教区民センターで報告会を行います。ぜひこちらへの参加もよろしくお願いしたいと思います。第3に再び沖縄を戦場にさせないためにさまざまな努力が始まっていることです。オール沖縄会議や辺野古、安房、塩川現地での組織行動はもとより新たな努力として、今日この時刻に沖縄では玉城知事も参加して平和大集会が開かれています。争うよりも愛しなさいという印象的な呼びかけ、歌手のルード・アルファーさんが沖縄戦の時代を語る祖母の言葉を歌詞にしたものです。おばあから孫のルード・アルファーさんへ、3世代をつないだ沖縄戦を伝える言葉を心に刻みたいと思います。軍隊は住民を守らない、沖縄戦の最大の教訓です。ガザでは今この時もイスラエルによるジェノサイドといえる戦争が続いています。沖縄戦から79年、再び戦争をさせない責任、沖縄を日本を戦場にさせない責任は今を生きる私たちにあります。何よりこのことを皆さんと確認し合う一日にしたいと思います。最後にこの集会は昨日までに85の団体79名の個人の賛同で開催をされています。全国でも同様の趣旨のアクションが各地で取り込まれています。皆さんのご協力に感謝し、開会にあたっての言葉とさせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。沖縄のも私たちも絶対に諦めない、共に頑張りましょうという挨拶でした。それでは引き続きまして、共産団体の総係実行委員行動実行委員会から高田健さんが駆けつけてくれました。ご挨拶をお願いいたします。こんにちは。総係行動実行委員会から今日集まったすべての皆さんに、そして沖縄で戦っているすべての皆さんに心からの連帯の挨拶を申し上げます。岸田首相は最近、日本近代には大きな節目が2つあったと、そういうことを言っています。明治維新からこの前の敗戦まで、彼は敗戦とは言いませんけれども、1945年までの77年、そしてそれから今年まで77年、ちょうどくしくも77年が大きな節目として2つあったというんですね。そしてこれから新しいまた77年が始まる。彼はそう言います。明治維新から日本の敗戦までの77年というのは、戦争に次ぐ戦争、侵略に次ぐ侵略だったと思います。琉球処分、台湾侵攻、日清戦争、第一次世界大戦、シベリア疾病、そして918、7.7 の中国侵略、その結果が日本のあの敗戦だったと思います。岸田首相は新しい77年とは何を言おうとしているのか、私は大変不思議で危険なことだと思います。戦争の77年が過ぎて、そしてその後50年に予備隊はできましたけれども、日本の軍事組織が海外で戦争をし、殺し殺されることもともかくもなかった77年に続いて、
この後からは何を考えているのか、それは昨年末の安保三文書が明確に示していると思います。彼は第3の77年に日本が戦争をする国というのを想定していることは私は間違いないと思います。こういう77年を許してはならない、本当にそう思います。日本が再び戦争するのか、海外で戦争する、そうしたことを今日本の一部の公選主義者は準備をしています。誰に聞いても多くの人は戦争は嫌だと言うんですけれども、一部の公選主義者は戦争の準備をしている、とんでもないことだと思います。 J アラートだと言って向こうからミサイルが、朝鮮からミサイルが飛んできたと言って J アラートを流す、あるいは台湾有事だと言って日本は戦争の覚悟をしろという、こういうことを繰り返す人たちが政府与党の中で力を持っていること、大変危険なことだと私は思います。みんなが戦争しているのに、ナチスの幹部が言いました、戦争に反対が多くても戦争に持ち込むのは簡単だ、我々は責められている、そう言えばいいんだ、そして戦争に反対するやつは愛国主義ではないんだ、そうすれば世論は変えられる、ナチスの有名な幹部が言ったそうです。こういうことを私たちは絶対許すわけにはいきません。公選主義者は憲法があるから、だからこの平和憲法があるから邪魔なんだ、これを変えなければいけないと言って今懸命に憲法を変える、そうした作業をしています。一旦戦争が始まるとなかなか終わらない、ロシアのウクライナ侵略1年半以上経って未だに終わらない、それどころかガザに対するイスラエルのあの暴力団攻撃が始まって、今確かに数日間の休戦ということになっていますけれども、この後も攻撃を続けるとイスラエルは言ってる、早晩数日過ぎればまた虐殺が始まりかねない。私たちは今全世界の人たちと手を組んで、しっかりと手を組んで戦争に反対する声を上げる必要があります。とりわけ日本では台湾有事に名を借りて、台湾有事は沖縄有事だ、沖縄有事と有事は日本有事だ、そういうことを言って沖縄を戦場にし、そしてこの日本全土を戦場にしようとする自民党、あるいはそれに追随する勢力、私たちはこの政治を変えない限り、これを本当に戦争を止めることはできないと思うんです。戦って戦って戦争に反対する声を上げ続けて、合わせてこの政治をどうやって変えるのか、真剣にこのことを考えない限り私たちは間に合わない可能性がある。今市民と野党の共闘というのはなかなか難しい局面にありますけれども、しかし私たちはこれを何としても成功させたい、そしてこの岸田政権、自公政権、あるいは維新、こうした勢力の政治を変えたい、このために今日集まっている全ての皆さんと、そして沖縄で今集会をやっている沖縄の仲間の皆さんと連帯をして戦いたいと思います。どうか政治を変えるために共に頑張りましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。本当に戦争の危機が迫ってます。麻生副総理が言った言葉を思い出しました。ナチスの手口を真似ろと言ったんです。許せん、共に戦争反対の声を上げ続けていきましょう。それでは引き続きまして、南西諸島の島々からの報告を受けていきたいと思います。その前に種子島と与那国島のから来る予定でした和田さんと高橋さんが
都合により来られなくなりました。メッセージを代読していきます。それでは1番目に奄美大島の城村さん、則文さん、戦争のための自衛隊配備に反対する奄美ネット代表、城村さんお願いいたします。マイクを手に持っておかないと。はい、お集まりの皆さん、こんにちは。今日は沖縄も日本も戦場にさせない、させるな集会にご参集、本当にありがとうございます。私は奄美大島からやってきました。団体の名前は戦争のための自衛隊配備に反対する奄美ネットとなっています。奄美大島はですね、2019年に自衛隊基地が2つ配備されまして、それ以後日米共同訓練、あらゆる名前があります。ドラゴンとか熱い心とかですね、そういうわけもわからない名のつく日米共同訓練が毎年始まっています。今年、今月ですね、徳之島、奄美群島の徳之島ではですね、自衛隊統合演習、陸海空自衛隊が統合演習をしています。島内17カ所、この小さな島にですね、500両とも釣れない軍事車両が入っています。その上、民間航空空港、徳之島空港、また奄美空港を使ってタッチアンドゴー、軍事利用をし始めました。これは岸田政権のですね、安保三法案の改悪、それに基づくものです。皆さん、43億円の軍事費ももう賄うような予算も成立しています。皆さん止めようではありませんか。今の奄美、徳之島は今沖縄以上に戦争の厳しさをもう間近に感じています。皆さん、沖縄ともども日本を戦争に巻き込んではいけないと、日本は平和憲法に基づいて平和外交を世界に呼びかけようということを、皆さんで一致協力してこれから取り組もうではありませんか。今日はこれを奄美の報告とします。ありがとうございました。ありがとうございました。熱いメッセージありがとうございました。それでは引き続きまして、宮古島からミサイル基地いらない宮古島住民連絡会共同代表の清水彩子さん、お願いいたします。よし、皆さんどうもこんにちは。この東京の地から1800キロ離れた珊瑚礁の島、宮古島から参りました。私は今毎日のように、テレビ新聞で流れるガザのニュースを聞きながら、このガザの今は明日の宮古島かもしれないと、そしてかつて沖縄戦の時宮古島は過去のガザであったというこの話を皆さんにお伝えしたいと思ってきました。ぜひ首都圏の皆さんに聞いていただきたい。実は私はこれまでは宮古島で戦争の足音が聞こえてきたとたびたび申してきましたが、今宮古島ではもう戦争の姿が見え始めています。その戦争準備のリアルな具体的な話をしたいと思います。皆さんもニュース等で報道されてお承知かもしれませんが、
陸上自衛隊は戦車、それを南の島の高温に耐えられるように作り変えるんだと、ね、空調設備をつけて気温の高い宮古島でも使えるように作り変えるんだと言っています。そしてサンゴ礁の琉球石灰岩の島の破砕実験を行いました。陸上自衛隊の施設課が、施設課はこれまで災害の時にですね、働くような主にそういう部隊でしたが、今戦う施設課になれと檄を飛ばされています。そしてこの何のために琉球石灰岩の破砕実験をしたか、それはこの本土には大土壌です。サンゴ礁の島に爆弾が落ちたらどんな風になるのか、そのデータを取るための実験を行っています。そして恐るべきことに、皆さん、陸上自衛隊は25万人の隊員から血液を採血し、それをもとに輸血用の血液製剤を自衛隊が独自に作り出して備蓄するんだと言っています。そしてそれを戦場で米軍と共有するのだと、日本人の血液をですよ、米軍と共有するために自衛隊は独自に自衛隊病院で作るんだと言っています。そしてさらに、この間の10月の、レゾルートドラゴンの訓練でも行われましたが、遺体の収容訓練というのを行っています。これは隊員を、負傷したり死に至った隊員をですね、運ぶ訓練ですが、実はこの7月石垣島では住民の遺体を運搬する訓練を行っています。そして皆さん、宮古島にはですね、公的な場所に住民を収容する遺体収容袋を備蓄しています。これに誰が入るのだと、私たちが入るための遺体収容袋ですよ、用意されているんです。こういうふうな具体的な、戦争準備がリアルに始まっています。そしてヨナグリ島では、今日ヨナグリの仲間が、来れない事情がありますけれども、実は皆さんご承知だと思いますが、島を捨てるんであれば金を出そうと町長は、有事の危機になるものを条例化して、さっさと島を出ろと、島を捨てろと、そういうことをですね、奨励しています。つまり住民の歴史も、そして暮らしも、そして未来も捨てていけと、そういう施策を行っているわけです。それは5万5000人の宮古島でもやがて同様のことが起こります。皆さんどうぞ、戦争の姿が見えてきています。東京でどうか見えますか。私のお話をぜひですね、イメージしてください。そして松野官房長官は、与那国石垣宮古に来ました。シェルターを作るんだと、馬鹿げな話をしに来ました。シェルターで住民を守れるんですか。そして木原防衛大臣は就任早々与那国石垣宮古に来ました。5万5000人の住民を入れるために4500人入るシェルターを体育館の地下にですよ、3日間入れるような体制のシェルターを作るんだと言っています。じゃあ5万人以上の島民はどうするんだ。そして宮古八重山の12万人を九州に疎開するんだと言っています。どこが受け入れますか、12万人を。そしてどのように運んでいくんですか。茶番でしかありません。馬鹿げた話だと思います。このようなことが、私たちの小さい島々ではこの国の行方がすごくよく見えるんです。小さな島だからからこそ、この島の行方を私たちははっきりと見据えています。どうぞ皆さん、今晩もですね、文教区民センターで私は画像も使って今の宮古島のありよう、琉球湖の島々のありようを皆さんにぜひ見ていただきたい、お伝えしたいと思います。どうぞ今晩おいでください。はい、皆さん共に戦争を止める戦いに今立ち上がらなければなりません。私たちはありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは引き続きまして、種子島の和田香織さんのメッセージを代読していただきます。よろしくお願いします。
引き続きまして、種子島から和田さんがお身内のご不幸があり参加できなくなりました。残念なことに。でメッセージいただいていますので、私清水が代読させていただきます。今この国は戦争へと突き進んでいます。その先頭に押し出されているのが沖縄や九州の島々、琉球湖です。宮古、石垣、与那国、奄美などの島々ではミサイル配備や自衛隊基地規模の増強など防衛力や抑止力を超えた対処能力の拡大と文字通りの最前線が想定されています。シェルターなどと横持ちでごまかしつつ防空壕を作るだの実現不可能な住民の避難計画だのが真面目な顔で語られているのです。また大掛かりな自衛隊演習や日米合同演習で戦車が公道を走ったり民間空港で戦闘機が訓練するなど戦時と見まがう光景が日常の中に入り込んできています。私の住む種子島では自衛隊馬毛島基地の建設が異例の突貫工事で進められています。馬毛島はこれまで軍事施設がなかった無人島を丸ごと基地にして日常は戦闘機のタッチアンドゴーなど戦争のための訓練が行われ米軍の空母艦載機の離発着訓練 FCLP に使われます。そして戦争となれば武器、弾薬、人員、物資などを集めて戦闘地域に展開する集積拠点として戦争を続けるための継戦能力を狙わされるのです。戦争は二度としないと明記した憲法を持ちながら私たちの国は再びの道を歩もうとしている。その大きな危機感をまず訴えます。そしてこれらの戦争準備は地元の反対の声を聞かず不安や疑問に答えることもなく強引かつ請求に進められてきました。選挙や住民投票や署名活動で示された民意はことごとく無視、無力化され防衛や特殊事情を盾に説明も行われない。これは住民に対してだけではなく自治体に対しても同じです。首長や議会が反対しようが賛成だろうが関係ありません。こうして自治そのものが踏みにじられ壊された先にはお上のすることには逆らっても無駄、黙ってしがち従っていけばいいというかつての戦争を支えた見えない土台が出来上がってしまうのです。いずれ戦争反対という言葉すら口にできなくなるでしょう。ちなみに今種子島では基地建設によるさまざまな混乱が起きています。最大6000人と言われる作業関係者が馬毛島だけでなく種子島に住むことになる。ホテルは満杯、家賃は高騰、農林業から馬毛島関連に人が流れ漁業者は漁に出ないで作業員の送迎、町にはコンテナハウスが立ち並び、ゴミはあふれ、交通量は増え、帰省や観光客は宿が取れず、転入希望者は住まいが見つからず、店からは地場産の魚が姿を消し、基地完成後にはおそらく電波とや山林は荒れ放題になるでしょう。このような混乱はこれまでも宮古でも石垣でも繰り返されてきました。自治だけではなく、地域の暮らしそのものが破壊されているのです。さらにこの戦争準備には巨額の税金が投じられているのに国会で取り上げられることはほとんどありません。例えば馬毛島基地に関してはその工事は随意契約のオンパレードで予算は天井知らずと言われても国会の審議を経ていないので予算根拠は闇の中です。防衛費が巨大化していく反面福祉、教育、医療をはじめ私たちの暮らしは目に見えて苦しく貧しくなっているのに一方で例えば米軍再編交付金などの基地関連交付金が小中学校の教職費や18歳までの医療費の無償化に使われている。こんな無茶苦茶な税金の使われ方は民主主義の崩壊でしかありません。戦争準備と地域の暮らしや自治の破壊と民主主義の崩壊、それら全てが恐ろしい勢いで進んでいる南の島々に暮らす私たちはすでに戦前を迎えているという危機感にいても立ってもいられないのでいます。この国会前で声を張り上げ拳を突き上げ政治の中心でなく
都市部の人々にも訴えるために南の島々からの思いを届け、人としての尊厳と届けます。この思いも行動も決して争いや負のエネルギーなんかではありません。理不尽な政治への怒りと人としての尊厳と未来への責任と大切なふるさとや大切な人たちへの愛を背負って熱い戦いだということをここに集まった皆さんと共有できれば嬉しいです。共に戦いましょう。はい、ありがとうございました。都合によって来ることが叶わなかった戦争をさせない種子島の会の和田香織さんからのメッセージを代読していただきました。ありがとうございました。それでは引き続きまして石川島基地をいらないチーム石垣代表の海原正道さんお願いいたします。こんにちは、石垣島から来ました上原と住む、石垣島では3月の16日になんと936億円をかけて石垣の駐屯地が、開設されました。それで宮古あるいはその与那国最初に始まった2016年の与那国の開設と19年の宮古奄美大島とそれで石垣島とそれから先ほど報告がありました、馬毛島の問題がありますよね。そうやってこの1100キロに及ぶ琉球湖の中に軍事基地を、作ろうというのがこの大和中央政府の狙いであります。そういう意味では私たち石垣島ではこの間4年にわたる戦いの中で多く戦う成果はありませんですけども、こうやって首都圏あるいは大和の皆さんと共に連帯する行動をですねぜひ提起したいというふうに考えております。先ほど来言われているガザ地区の攻撃はですね単純に言うとあの種子島の大きさのところにその地区の中にパレスチナの人たちが閉じ込められて子供たちが虐殺されるような状態ですよね。それを考えるといてもたってもいれないということですね。そういう意味では次は石垣島あるいは宮古島だったりそういう意味では武装すれば必ず敵を作るものだということですよね。それは我々が経験したことのない状況でミサイル戦争ですよね。そういう意味ではこれは島々だけの力では止めることはできません。ですから自分のことのように共に戦っていただきたいという思います。支援ではありません。自分ごとのように戦っていただきたいということです。そういう意味では石垣島はあのガザ地区の2倍と石垣島はガザ地区の2倍の面積だそうです。そこに220万の人々が住んでいるわけですよね。その石垣島はあの石垣島には5万人しか住んでおりません。そういう意味では人口比だけの問題ではなくてですねこの歴史的な多民族にイスラエルによる侵略戦争はやっぱり私たちは断固糾弾しなければなりません。そういう意味では沖縄もそうですね。戦後78年以上も経ってもアメリカの試合大和の試合ですよね。これはやっぱり断ち切る戦いでなければならないと思います。そういう意味では沖縄戦の再び沖縄戦ではありません。アジアに向かう反戦の戦いをどう作るかということです。そういう意味では台湾の人たちあるいは韓国あるいはアサランの人々との連帯行動が必要だということですよ。皆さんそういう意味ではもう戦争が末期のように言われ戦争が間近に近づいているように言われます。石垣島ではもうこの、政府が指導するような形で避難の訓練とかこのそういう準備がやられております。これ隠されたのもそうです。そういう意味では何の役にも立たない核シェルターのことに対しても断固はやっぱり糾弾制限になりません。皆さん共に頑張りましょう。
はい、そういうことで共に戦えることを皆さんに訴えたいというふうに考えております。共に団結して頑張りましょう。はい、ありがとうございました。共に頑張っていきましょう。それでは引き続きまして、与那国島でから来る予定でした高橋千恵さん、与那国島の明るい未来を願う磯場の会の高橋千恵さんのメッセージを代読していただきます。よろしくお願いいたします。すいません、高橋千恵さんは与那国島の磯場の会の、メンバーで、その文書が寄せられました。まあ、知り合いに、まあ、ご不幸があったということでどうしても来れないということで私に代読をお願いされました。そういう意味では与那国島は私はちょくちょくこの間も行ってきたんですけども、いわゆるその救助訓練なるものが展開されました。ところがですね、住民のほとんどは参加しません。防衛省の制服を着た連中が、あるいは自衛隊がですね、こういう訓練をしてました。住民を守るためではないですよね、明らかに。そういう意味ではこの訓練まやかしは戦争準備のためだということです。先ほど清水さんも語られたようにですね、一切合切が兵隊のあるいは 軍人の命を守るための行動だということですよね。そういう意味では私たちの市民の命は二の次三の次だということですよね。そういう意味で、代読させていただきます。与那国島は2016年に陸上、与那国駐屯地が開設され、人口約1500人の島に約200人近い人数の自衛隊が入ってきました。人口の 17% に当たります。当時の町長は経済を含む島の活性化、人口減少にを歯止めをかけると自衛隊を誘致しました。そして一時期は人口1712名に達しました、増えましたが、それは以後全くゆっくりと減少し続けていて、今年10月末で1688人となり、自衛隊は人口減少の歯止めに なっていないことははっきりしてきました。そして隊員は2年前後で転勤なので、島の文化や伝統の継承はされていません。島の中でそれを知っている人、できる限り人が減る法年祭など徐々に簡略化されてきています。島に基地ができるということは島民にとって有事の時に狙われるだけではなく、それ以上にその地域の文化伝統や第一次産業の衰退など日常生活のバランスが壊されることでもあります。この7年間で島の環境は大きく変わりました。そして昨年今年にかけて新しいミサイル基地の建設計画、カタルブル浜を掘り、その奥にタルマイ湿原を潰して作るという新しい軍港の計画、現在の空港の滑走路などの延長、など島民にとって寝耳に水の計画が次々と発表されました。さらに最近では有事の時の前途避難という名の島民の生活を完全に軽視した島民の追い出しとも思える動きも始まってきました。与那国は石垣と張られていますが、地中に天然の地下ダムがあり、水に困ることはありません。島全体を基地にするとにはうってつけの島です。そしてこの与那国島に限ったことではなく、他の離島でも今後起きうることだと思います。これは考えすぎなどではなく、実際に養島は自衛隊基地だけがあって、いまだに島民は島に帰れません。国の一方的な言い分ややり方に騙されてないように、私たち国民一人一人が心がまず平和であること、そして広い視野を持ち
このままいったらどうなるかと想像力を働かせる必要があると思います。それがこの国の暴走を止める大きな力になると思います。以上です。代読は上原でした。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。胸に迫るような内容のメッセージでした。それでは引き続きまして乾杯温泉に移ります。申し訳ありませんが、この集会の開催や今後の沖縄闘争の継続のために乾杯をお願いしたいと思います。物価高でみんな生活が苦しいところに本当に言いづらいんですが、できる範囲でいいです。できる範囲での乾杯をお願いいたします。よろしくお願いします。乾杯袋を持って今仲間が回ります。お疲れ様。そして引き続きまして豊岡マッシーさんの歌三線に移ります。それではマッシーさんお願いします。はい、よろしくお願いします。マッシーですね。じゃあちょっとね、癒しのひとときという感じで今度はねこう2個を使ってね沖縄のメロディーをね弾いていきたいと思います。はい、じゃあね本当にね、子供たちにですね素晴らしい未来を託したいと思っています。わらび神を聞いてください。みなちゃん、フロさん、場所ごめんね、場所ありがとうございました。
沖縄の、ね、島々にはですね、本当に島によっていろんな、ね、歌があるんですね。今日もね、いろんな島からのメッセージを聞いて、ね、与那国島、そして石垣島、そしてね、僕の生まれた宮古島、そして奄美、種子島ね、いろんな歌があります。そうですね、僕の生まれた宮古島という、ね、ところなんですけど、声を合わせると言ってクイチャーというんですけどね、昔ですね、人頭税というね、ひどい、年貢制度があってですね、それをですね、新潟県からやってきた中村十作さんという方が運動を起こしてですね、10年間かけて人頭税を廃止したんですね、明治の初めなんです。その時にね、この踊りをね、踊ったと言います。パルミズのクイチャーというね、直訴団が沖縄から帰ってきたよ、帰ってきたよ、この、パルミズの港の砂さえも砂さえも泡になったり米になったりするよ、男たちはつらいつらい畑仕事をしなくて済むし、女たちはつらいつらい、都城府を折る仕事をしなくてもいいんだよっていうね、そういうね、歌がありまして、パルミズのクイチャー、行きたいと思いますね。これね、本当は踊るんですけど、ちょっと踊るのがあれなんで、右真ん中パンパンっていうね、踊りがあるんですけどね、なんとなくやってくださいね。右真ん中パンパン、右真ん中パンパン、では、パルミズのクイチャー、ね、踊っていただける人はぜひ踊ってください。いろんなね、島の方いますから、いろんなことのね、ところのね、ありがとうをね、皆さん覚えてほしいと思います。沖縄はニフェーデービル、宮古島はタンディはタンディね、石垣島はミーファイユーで、そして、与那国はフカラサーですね、そして奄美大島はありがさま両太ということで、皆さん頑張っていきましょう。はい、ニフェーデービタン千葉のやちゃいまんじゅい。それでは引き続きまして、連帯戦いの報告を受けていきたいと思います。まずはじめに、戦争をさせない千年委員会平和フォーラム共同代表の藤本康成さん、お願いします。戦争させない千年委員会の藤本です。皆さんこんにちは。11月6日東京都練馬区は弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を国と連携して行いました。74万人の人口を抱える練馬区のどこにミサイルから安全に避難できる場所があるのでしょうか。訓練は練馬駅、区民交流ホール、公園の3カ所で実施したそうです。 J アラートが鳴ったら逃げる、離れる、隠れるが基本なんだそうですが、どこに逃げるのですか。逃げれば私たちの命は保障されるのでしょうか。そのようなことはない。今私たちはウクライナに、パレスチナに、その答えを見ているのではないですか。1938年に
東部軍司令部の監修で作られた落下した焼夷弾の処理というポスターがあります。12枚組のポスターで今言う政府広報と同じようなものだと思います。何と書いてあるか、焼夷弾が落ちたら周辺へ水をかけて炎症を防げ、何人かがバケツリレーで水をかけている絵があります。もう一つは折りよくば戸外に投げ出せと焼夷弾をスコップで窓の外に投げる男性が書かれています。東京大空襲で使われた M69 焼夷弾は極めて高温で燃えるゼリー状のガソリンを詰めたものです。38本束ねて B29 から投下します。上空で拡散して散らばって屋根を通過して家の中で燃え広がります。火のついた油脂、ナパームが壁や床にへばりついて燃え、水をかけても消えないんだそうです。水をかけても消すことのできない爆弾を水で消せ、散らばる炎を戸外に捨てろ、思わずバカ言ってんじゃないよって叫びたくなりますよね。東京大空襲で、そして日本各地の空襲で多くの戦争孤児が生まれました。戦後彼らの生活の困難は想像に難くありません。しかし戦後日本政府はそれらの孤児たちに何の保証もしていないのです。嘘800で市民を騙し、逃げるな消せと命令する戦争はそうでなくてはできません。アメリカは第二次大戦後ずっと戦争しています。しかしアメリカの市民は戦場を経験したことがない、市街戦を空襲を経験したことがないのです。沖縄を再び戦場にさせない、戦場を経験した沖縄県民がそう叫んでいます。そのことを私たちはしっかりと胸に刻まなくてはなりません。戦場とは何か、戦場での死というものは、その実相を私たちは想像しなくてはなりません。戦場に賛美される死が存在しないこと、人間の尊厳は生きることに見出されることを私たちは決して忘れてはなりません。戦争の脅威をさまざまに宣伝し、43兆円、実際は60兆円を超える防衛費を米国製のトマホークやジャズムなど敵基地攻撃のためにミサイルに対して湯水のように注ぎ込もうとしている政府に、私たちはノーの声を突きつけようではありませんか。戦争をしない、させない、そのことに平和憲法と平和外交に全力を尽くすように、そのために私たちは決して二度と他国の脅威にならないことを誓ったのではありませんか。私たちは沖縄からの声に大きく応えていかなくてはなりません。戦争させない千人委員会、沖縄とともに不戦の誓いを胸に最後まで戦う、そのことをお約束し、連帯の挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。沖縄とともに最後までとともに戦いましょう。それでは引き続きまして、憲法を守り生かす共同センター全労連副議長石川俊明さん、お願いします。憲法を守り生かす共同センター全労連副議長の石川です。お集まりの皆様に一言連帯のご挨拶を申し上げます。個人的な話からで恐縮ですが、私今この沖縄の旅、阿武茶釜と轟の号、国内が戦場になった時という本を読んでいます。沖縄国際大学の教授の石原正家さんが2000年に出した本です。あの沖縄戦の悲惨な
実相が生き残った方々の貴重な証言で再現されています。これを読むと、日本の侵略戦争に沖縄の人たちが利用され、駆り出され、足手まといになると放り出され、しまいには集団自決を強制されたり、赤ちゃんが日本兵に殺されたりとしたことがよくわかります。はじめは大きなガマで日本軍と住民が共同生活をしているのですが、戦況が悪化すると住民はそこから追い出される。戦況が進んで米軍が侵攻するに従い、日本軍も撤退をするのですが、撤退先のガマに軍が本拠を構えると、先にそこにいた住民は追い出されたと書かれています。ガマに近づこうとした住民がガマの中から発砲され殺されたという話もありました。この本を読みますと、日本軍は沖縄の人たちを守るために沖縄で戦争したわけではないということがわかります。むしろ住民は邪魔だった、天皇がいる本土に米軍を上陸させないために沖縄は最終決戦の場所に選ばれました。当時の日本政府と軍のそういう発想、実は78年経った今もいささかも変わっていないのではないかと私は思います。先ほどから皆さんからいろんな方から話が出されているので繰り返しませんが、沖縄では今自衛隊と米軍が協力協働して戦争体制作りに躍起になっています。78年前に沖縄の人たちに大きな犠牲と苦しみをもたらし、沖縄の人たちから何もかも奪い去って沖縄の基地で戦争をし合ったアメリカと日本が、今度は互いに手を携えてまた沖縄を戦場にしようとしている。許せますか皆さん。那覇では市民の避難訓練も行われたという話がありましたが、避難訓練などは何も役に立ちません。自衛隊が避難をさせてくれるわけではない、住民の避難が完了してから戦闘が始まるわけではないということが、78年前の沖縄戦で実際に起きたことです。いやいや、78年前どころか、ガザでもウクライナでも逃げ場のない市民の上に、何ら攻撃されるいわれのない人たちの上に、雨あられと爆弾が投下されているではないですか。子供たちが殺されているではないですか。それを命令しているイスラエルのネタニヤフ首相も、ロシアのプーチン大統領も、今夜も安全な場所で美味しいものをたくさん食べて暖かい布団でスヤと眠るのでしょう。許せますかこんなことが。私たち憲法共同センターも、沖縄を二度と日本とアメリカの犠牲にさせない、そのことをお集まりの皆さんと決意をし合いたいと思います。もう一点、辺野古の新基地建設問題、国は大執行で強権的に何が何でも裁判所まで使って無理やりに進めています。この岸田政権のやり方、絶対に許せません。国の姿勢は憲法をないがしろにし、本来国政と対等平等であるはずの住民自治を踏みにじるものです。何度も示された県民の意向を無視して、マヨネーズと言われる軟弱地盤に私たちの税金を大量に使って基地建設を強行する。ここでもアメリカと日本政府は両手を携えて沖縄県民を苦しめています。我々憲法共同センター、憲法を守る救の日宣伝などを行っていますが、反応が徐々に良くなっていると感じています。怒りは広がっています。沖縄の皆さんと固く連帯をし、戦争国家づくりをやめさせ、米軍を追い出して平和な日本を取り戻すため全力を挙げるということを表明して、連帯の挨拶といたします。共に頑張りましょう。はい、ありがとうございました。軍隊は住民を守らない、それが最大の沖縄戦の教訓でした。ありがとうございました。それでは引き続きまして、横浜ノースドック揚陸艇部隊配備反対の戦い、リムピース編集部星野清さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。皆さん、私はただいま紹介をいただきました、リムピース、なかなか発表されたり報道されたりしない、在日米軍の動向を、調べ、そしてそれをホームページで、いろいろと発表している、市民団体のリムピースの編集部の星野と申します。
今日は、横浜ノースドックというアメリカ軍基地、横浜港のど真ん中にあるアメリカ軍基地のお話をさせていただきます。なんで横浜なのか、沖縄ではないのか、いや実はすごく沖縄のこと、そして南西諸島、さらにはフィリピン、さまざまなところと非常に大きく関連をする話です。この横浜ノースドック、皆さん基地ご存知でしょうか。横浜港のど真ん中にある基地ですが、実は陸軍の基地ではあります。で、陸軍海兵隊実はよく使っています。さらには海軍の作戦支援船よく使っています。で、今日も実はあの大型の輸送艦、実は数日前から止まってオーストラリアで行われた演習のさまざまな資材を今下ろしています。そうした横浜ノースドック、ついでに行くと空軍もなぜかヘリ訓練に使い、あるいはオスプレイもしばしばやってくる、そんな基地であります。この基地、実はこの1月に、まあ、ある意味では注目をされた。なぜか、実は日米2プラス2、この1月11日にありました。この日米2プラス2で横浜ノースドックに280人規模、13隻の船からなる揚陸艇部隊を新たに配備する、そんなことが発表されました。そしてこの4月から実際に揚陸艇部隊が配置をされた、そうしたことが発表されています。この揚陸艇部隊一体何なのか、実は同じ日米2プラス2で発表されたのは沖縄の海兵隊第12海兵連隊を第12海兵沿岸連隊 MLR というものに改編をするというものが同時に発表されました。この MLR は何か、これは実は海兵隊の新たな戦争構想 EABO という機動展開前進基地作戦という、この作戦、これは沖縄、琉球湖の島々、あるいはフィリピン、こうした列島線の島々に小分けにした強力なミサイル等を持った部隊を小分けにして配備をして移動しながら戦争をする、そうした構想です。そうした構想を同時の担い手の部隊を新たに沖縄に再編するということが発表されたわけです。実はこの小分けにしたミサイルを持つ小分けにした部隊を輸送する手段、実は海兵隊今のところ持っていません。実は横浜ノースドック2002年から実は揚陸艇上陸作戦のさまざまな資材が戦争資材の事前配備拠点として大量に保管をされています。これ使わないという約束でした。ところがわずか20年の間にこれ使い出す、いや実際にはもう約束に反して使っていたんですけども、もう約束かなぐり捨てて部隊を配置して使う。そしてこの部隊は実は琉球湖、そしてフィリピン、さまざまな列島線、あるいはこれ日本列島もそうでしょうけれども、実は揚陸艇を乗せて、揚陸艇に MLR を乗せ、あるいは実は自衛隊、陸上自衛隊を乗せて、そして戦場とする島々に送りつける、そんな部隊を実は新たに横浜に配備をしたということです。横浜に揚陸艇部隊を配備したというのは、実は沖縄の部隊を受け入れる、沖縄の身代わりになるのではなくて、沖縄あるいはフィリピン、そうした列島線をさらに戦場にして途端の苦しみに陥れるための部隊をわざわざ横浜に配備をするということ、これは絶対に私たちは許してはならないと考えていますが、皆さんどうでしょうか。私たちは横浜をもちろん攻撃される拠点にもしたくはない。しかし多くの人たち、島々にする人々も戦争で被害を受けさせる、そうした拠点には絶対にしてはならない。私たちは被害者にもならない、加害者にも絶対になりたくないと、そうした意思を持って、私たちはしっかりとこの揚陸艇部隊配備に反対する取り組みを、やっていきたいと思います。この7月から実は9月にかけて神奈川県内ではこの横浜ノースドックへの揚陸艇部隊配備に反対する県民署名というものが取り組まれました。5万7000余の、実は、署名をいただきました。一つ一つ大変貴重な署名をいただいたわけですが、実はまだまだ横浜ノースドックにそうした基地がある、そしてそれが南西諸島、あるいは琉球湖、そしてあるいはフィリピンの人々、さらには日本列島で、実はこれあの EABO を陸上、まあ、自衛隊が紹介しているホームページの中では、実は自衛隊がその、まあ、EABO と同じような作戦を考えているわけですが、実はミサイルの飽和攻撃を受けます。それでアメリカ軍が援軍が来るまでは飽和攻撃に耐えるんだ、そんなようなことが書いています。それどこで、それ島々でミサイルの飽和攻撃、つまりミサイルを大量に撃ち込まれるということを前提の作戦です。そこには実は住民の人たちがいるんじゃないですか。
その住民の人たちがいるところにミサイルの砲火攻撃を受けさせる、そしてそこに耐えてアメリカ軍がやってくるのを待つ、そんな作戦を私たちは絶対に許してはならないと考えています。どうでしょうか。こんな作戦ではなく、私たちはどうしてもどうしても外交によって、言葉の力によって私たちは平和を勝ち取っていかなければならない、そう考えています。どうか皆さん共にこれからも頑張って戦っていきましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。本当に平和外交によって私たちは平和を守っていきましょう。戦争反対の声を上げていきたいと思います。それでは引き続きまして、三振ライブに移っていきます。豊川マッシーさんの三振よろしくお願いします。さあね、皆さんもね、向こうに行った気持ちになって、座り込まれ、ここへと今こそ立ち上がろうね。あ、でも渡るって時はね、座り込まないでくださいね、速やかに、ね、周りに、はい、注意してやってくださいね。はい、3つメドレーでいきましょう。座り込めここへ、ここへ座り込め、腕組んでここへ、座り込め、うさぶれ潰された、ほど開けてください、ほど開けてください、立て直す時は、ほど開けてください、今を腕組んで、ここへ、ここへ座り込め、沖縄の街は、沖縄の街は、ほどの覚悟だけお願いしますね、ほどの覚悟だけ、ほど開けてください、平和に生きるため、はいはいはい、今こそ立ち上がろう、今こそ奮い立とう、今こそ立ち上がろう、今こそ奮い立とう、ほど開けてください、土を破りて、民族の怒りにも許しま、沖縄よ、我らと我らの祖先が血と汗をもて、戻って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 
おい、見えてきたー、しばらないやさい、満場。それでは、続きまして、コールに移ります。はい、じゃあよろしくお願いします。あと1回、あと1回、ラストチャンスです。あと1回です。はい、はい、青です、はい、盛り上がってるところで、さらに、登場してきました。もう一度コールをやっていきたいというふうに思います。最初は私の方で先ほどのショートコールを行います。その後に実は先ほど宮古島からいらっしゃった清水さんの方でぜひ独自のコールをやらせていただきたいというお願いがあったので、それを受けたいと思いますので、その後引き続きやりたいと思います。それでは私の方から最初にコールをやりたいと思います。よろしいでしょうか。ガザでの逆殺、今すぐやめろ。沖縄も日本の占領にさせるな。信号変わってます。辺野古の大執行許さない。南西諸島の要塞化を許さない。戦争につながる基地はいらない。辺野古新基地絶対反対。軟弱地盤に基地はできない。設計変更の承認ないぞ。玉城知事を支えるぞ。沖縄民は埋め立て反対。沖縄民に政府は従え。沖縄と連帯して戦うぞ。連帯するぞ、戦うぞ。連帯するぞ、戦うぞ。ありがとうございます。じゃあ引き続き、じゃあ清水さんの方。はい、宮古の清水さんの方からコールを呼びかけます。お願いします。はい、シプレヒコールやりたいと思います。東京バージョンではありません。私たち宮古バージョンでやりたいと思います。皆さん行きます。琉球この島々を戦場にするな。米軍は琉球この島々を攻撃拠点にするな。政府防衛省は島々のミサイル弾薬庫を撤去せよ。電子戦部隊の配備をやめろ。戦争準備と戦争訓練をやめろ。戦争遂行内閣岸田政権を打倒しよう。全国の仲間とともに戦争を止めよう。一切の戦争協力をやめよう。最後にもう一度いきます。琉球この島々を戦場にするな。我々は戦うぞ。最後の最後まで戦うぞ。皆さん共に頑張っていきましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さん本当に最後まで戦っていきましょう。はい、それではですね、今日最終来ていただいた参加者の皆さん2000名でした。ありがとうございました。今日アピールで述べられた内容、大執行訴訟と戦う玉城デニー知事を支え、そして沖縄の島々を戦場にさせない、軍隊は住民を守らない。
どうしたら PAC-3 は日本中に J アラートを鳴り響かせておきながら挟まれて、そして建物も核にしまわれていたと。でその J アラートを鳴り響いた時こそですね、お前たち出番だろうと思うのに、彼らはそれを叩いてね、避難させていたと。大風に勝てないパトリオットミサイルなんですよ。いかに彼ら防衛省自衛隊のですね、パフォーマンスに過ぎないかということがあの時も明らかになりました。けれども今ミサイルは宮古島からいつでも飛んでいける状況にあります。ですから不測の事態が起こって誰がどういう形で始めるか分かりません。けれども今この、防衛省自衛隊はですね、戦争の準備を着々と先ほど申し上げたように進めています。しかも具体的に進めています。リアルなんですよ。それを私たちは島の小さな島の暮らしの中で毎日見続けています。ですから何か一触即発、不測の事態が起こった時に私たちは犠牲になるんだと。空港と港湾が閉鎖されたら私たちは逃げられません。先ほども話がありましたけども、宮古島のガザ地区の半分の面積です。海という壁に囲まれて逃げ場はありません。ガザになり得るわけです。でかつて先ほど詳しく申し上げませんでしたけれども、沖縄戦の時宮古島には3万人の日本兵が駐屯していました。そのために、飢餓の島になりました。爆撃でもちろん重々空襲の時にたくさんの日本兵も死にました。島民も町は焼け野原になりましたけれども、それ以上に食べ物がない、医薬品がない、そしてですね飢え死にするという人が、もう負傷した爆撃に死んだ人の何倍も数え切れない人が飢餓で飢え死にをしました。かつて、宮古島はガザ地区のようにですね、沖縄戦の時にガザの状態だったわけですよ。ですから皆さん自分の足元にガザが生まれようとしていると。かつてそうであったということにどうぞ目を向けてください。遠い海の向こうのね、あの中東の話ではありません。私たちの足元で今戦争が始まろうとしているという危機感をどうぞ皆さん共有していただきたいと思います。どうも長々と話してしまいましたけども、いくら話しても話し足りないんですけれども、あのどうぞ夜ですね来てください。あの画像をお見せして、たっぷり島々からもお話しになると思います。はい、じゃあ石垣の上原さんにちょっとバトンタッチしたいと思います。沖縄でも衰退されてて、まあ、非常にそういう意味ではどこ行くのっていうんで、空港であの那覇の集会に参加される方にも嫌味ではなくてね、私は東京さえ来ますということで、東京でやっぱり訴える必要もあるということで、今日は本当に嬉しい限りです。それではまた、石垣に、ね、戻ってもですね、まあ、元気よくやりたいなと思います。年はもう70になりましたけども、多分次の世代のためにもやっぱりその頑張らなきゃいけない。はい、まあ、そうだそうです。とりあえずあの、なんとかに鞭を打つっていうのはあんまり好きじゃないんで、とにかく皆さんと共に頑張りたいし、ですから杉さんも言われましたけど、今日が始まりみたいなもんですよね。ですから全国のネットワークをぜひ実現をしたいというのも、まあ、そういう意味では島々のネットワークもですね、具体的に作りたいというふうに思っております。そういう意味では非常に今追い詰められている状態である与那国島は本当にシビアです。水陸機動隊の機動団の、それをその港湾の整備とかですね、新たなミサイル基地を作るというような状況があります。そういう意味では島の力は非常に弱いです。だけどもやっぱり、皆さんのその団結した力があればですね、また息を引き返します。まあ、そういう意味では皆さんの力とともにこの、琉球湖の戦いを全国の反戦運動の一つとして戦いたいという思います。そういう意味ではアジアの人たちも注目をしております。そういう意味では今回アジアの参加者の発言がありませんでしたけども、それは意識の中でも忘れてはいけないということです。そういう意味では共に最後まで頑張りましょう。じゃあ最後完全に清水さん、スペーコーラスで終わりましょう、このままね。はい
実はですね、大きな声では言えないんですが、言いますが、私たちね、なぜ東京に来たのかというのはですね、詳しくは言えません。言えませんが、しかしですね、お店はキッチンカーを出したり、ね、コンサートをやったり、フェスティバルのようなですね、祭り騒ぎをやりたいという気持ちは全くなかったんです。ですから東京の皆さんに聞いてもらおうと、私たちの危機感を共有してもらおうということで来ました。ですから魚もですね、お絵かきの続きが慣れないと、そんな夢は私たちはないんだということで、せっかくあった気持ちで日本が東京に来たんだということですね、ぜひお伝えしたいと思います。では最後に、締めたいと思います。じゃあ皆さんよろしくお願いします。これいこう。離島の島々を戦場にするぞ。離島の島々を戦場にするぞ。我々は戦うぞ。我々は戦うぞ。ありがとうございました。